遅いよ。遅いよ。これを上で待ってたんだから俺。これをかまし入ってるでしょ絶対に。今もうパーツ選び中だよ。パーツ選び中。お、黒木マシン変えた？新マシンだ。来た来た。ほら。前二段ローラーにして。後ろがこう。後ろもだから宝箱セッティングに近くなってますね。近くまだ強化しますから。はい。ブロッケンギガント。運行ギガントでしょ？運行ギガントやめたのもう。やめたよもう。もう早いな。やめるの。だってネット見たら散々だったんだもん。素人には手出すの早いみたいな。女もそうやってコロコロ変えるんだろうな。いや笑うしかないよ。シンクス。グロキ。僕らは、ね、今日3回目。2回目でしょ、マーシー。はい、2回目です。はい、3回目じゃないと。はい、やっぱ塗装すると言ってたんで、はい、今日塗装してきました。え、ちょっと見せてもらっていいですか。はい、はい、塗装してきました。じゃじゃーん。おー、ハイグレードの、はい、HGUC のおザク2です。あ、ザク。お、はい、なんか武器持ってね。はい、持ってます。かっこいいね、なんかね。かっこいいでしょ。なんか、ちょっと色がね、ほんとリアルですね、はい、これ。そうなんです。グラデーションとさ、バカ野郎。気に入ってもやりなさいよ。全然サボってるね、こっち。そうだ、ちょっと本業の方が。おい、ちょっと何なの、本業っていうのは。本業っていうのは、吉本プラモデル部の方の。あ、吉本プラモデルっていうのがある。そうだね、ちょっとこっち仕上げないといけなかった。あ、そうなの。何買ったの。いや、とりあえずこのファーストトライパーツセットっていうのがあった。あ、増やした。ローラー広げるやつも買ったんですよ。ワイドプレートね。そうそうそう、これもだから黒気になって買ったから、これでまあ19ミリつけて。カメラマンじゃんけん。そうですね。でも前回そうそうそうだよ、ね、俺が全然映ってなかったからクマとブルーびっくりしたから。修学旅行以来だったそれ。あの修学旅行で写真いっぱい撮って母親に見せたら、あの俺風景しか撮ってないです。あなた人が写ってる写真ないのねって言われて。悲しい。黙々と机に座ってる。いやいや、黒木、喋れや。いやいや、大丈夫だよ。撮ってんの今。いや、撮ってる。喋れや。ブレイクインしなさいよ、早く。いや、ブレイクインの前の段階。ナット借りるよ。ちょっとマジでやめて、本当にもう回しがない。ナットないよ。もうそれさ、ちょっとしたパーツ買えばさ、ついてるやつじゃん。今捨てちゃったと思う、一緒に。今日もさ、走る前に50ぐらいになると思うよ。どういうこと。もうさ、スパナ取ってさ。前回からこう今まで、あの家でミニ四駆触ってたのは黒木だけだから。いや、そうだよ。ミニ四駆やってた家で。俺ミニ四駆たこ焼きレインボーの CD しか触ってないでしょ。じゃあ、マーシがもう初期装備でなんかブレーキとか付け出して、えジャンプ台の前でこうやって肩ってここでブレーキね、かけてスピード落とすっていうやつ教えてあげてんのに、なんかバカにしてくるからさ。